マールチューブ始まるよ。皆さんこんにちは。長浜テレビ7月19日号の時間がやってきました。私は先日突然思い立って服の断捨離を始めました。タンスの中が少し綺麗になって気持ちよかったです。それでは街の様々な話題をお送りします。まずはこちらの話題から。動画の撮影や編集のノウハウを学びました。13日、長浜まちづくりセンターでプロから動画の撮影や編集のノウハウを学ぶワークショップが開かれました。これは長浜市の市民共同事業として実施している市民参加型ネット番組の制作に協力する市民サポーターの増加につながればと、スタジオ湖北と長浜市が昨年に引き続き開催したものです。ワークショップは全3回の日程で開催され、企業プロモーションや配信など幅広く映像制作業務を行っているトミークラフト代表の富岡秀幸さんを講師に、座学やフィールドワークなどを通じて動画撮影と編集の心得やノウハウを学びます。初回となるこの日は定員を超える18人が参加し、動画撮影の基礎知識と撮影テクニックを学ぶワークショップが行われました。富岡さんはいい映像を作るために必要なこととして、何を伝えたいのか目的を持って撮影をすること、構図を考えること、サイズを意識することなどを挙げ、参加者が撮影した映像を例に分かりやすく解説を行いました。もうあとちょっとだけ引いてみてください。その後、参加者らは構図や画角を意識しながら造花や雑貨などをスマートフォンで撮り、撮影技術を学んでいました。なお、次回以降は動画撮影のフィールドワークや映像編集のワークショップが行われるということです。学んだことを生かして、それぞれの個性あふれる動画作りに励んでほしいですね。それでは続いての話題です。アザイ B&G センタープールがリニューアルオープンです。14日、アザイ B&G 海洋センタープールの修繕工事が完了し、リニューアルオープンを記念した式典が行われました。長浜市アザイ B&G 海洋センターのプールは、地域の身近なプールとして長年市民に親しまれてきましたが、プール内の老朽化が著しいため、昨年9月から改修工事が行われていました。今回改修されたのは、プールの鉄骨部分の塗装や照明器具の LED 化、換気扇の修繕などです。この日はリニューアルオープンを記念した式典が行われ、浅見信義市長や修繕費用の一部を助成した公益社団法人 B&G 財団や関係者、プールを使用している地元の小学生などが参加しました。式典後には記念イベントとしてアクアゲームの体験教室が行われ、地域の小学生22人が参加し、長浜北西高等学校水球部の OB と一緒にアクアゲームを楽しみました。アクアゲームとは、プールの中で行う水球に似た球技で、水球との違いはプールの底に足をついて行うほか、アタックを禁止しているなど、子どもでも気軽に楽しめるスポーツです。体験教室では基本練習の後、試合形式の実践練習が行われ、児童たちは懸命にボールを追いかけるなどゲームを楽しみ、シュートが決まると会場は大いに盛り上がりを見せていました。他にもサップヨガ体験や親子で楽しめるイベント、ママパパフェスも行われ、訪れた人たちはプールのリニューアルを祝うとともにイベントを楽しんでいる様子でした。
新しく綺麗になったプール、私も泳ぎに行きたいです。それでは続いての話題です。クラシックの心地よい音色が会場を包みました。14日、長浜市のヤンマーミュージアムでクラシックコンサートが開催されました。このコンサートは日本屈指のオーケストラである大阪フィルハーモニー交響楽団のメンバーを中心としたトップ演奏者によるアンサンブルコンサートで、音楽の素晴らしさや奥深さに触れてもらおうと、一般財団法人山岡記念財団と長浜市が共催で開いたものです。会場には近隣の吹奏楽部に所属する中学生や高校生をはじめ、事前申し込みで集まった観客およそ160人が訪れ、コンサートを楽しみました。コンサートではエルガーの愛の挨拶やモーツァルトのトロンボーン協奏曲など多彩なプログラム全11曲が演奏されました。吹奏楽部に所属している中学生は、音がとても綺麗で素晴らしい、プロはやっぱりすごいなと感じたと感動した様子で話していました。会場に響く心地よい音色に観客たちは聞き入り、演奏が終わるたび盛大な拍手を送っていました。プロの演奏を身近で聞くことができる貴重な機会ですね。さて、次回の番組内容の更新日は7月26日金曜日です。次回も街の様々な話題をお送りしますので、どうぞお楽しみに。